ただいまから一橋大学創立140周年記念講演会シリーズ第3回を開催いたします。今日は、企業法制の潮流とその背景というテーマで、お話をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。お手元に、レジュメをお届けしてあるかと思いますが、最近日本の企業ガバナンスのあり方が急激に変わってきている中で、今後企業というのはどう対応していけばいいのかというような、処方箋とか、そういった感じの本とか論考というのを多数見かけるところです。ですから今日はそれとは少し違う角度からお話をさせていただこうというふうに思っています。2015年はコーポレートガバナンス元年というふうに呼ばれておりまして、今再びコーポレートガバナンスの議論が盛んになっています。再びと申しますのは、90年代の半ばにも一度流行したことがあったからです。私ことで恐縮ですが、私が本学のスタッフとして働き始めたのが94年だったんですけれども、会社法の分野でコーポレートガバナンスというカタカナを使った論考を多数目にするようになったのがまさにその頃でした。例えばジュリストという法学雑誌があるんですが、その94年の8月号ではコーポレートガバナンスの特集が組まれていました。またその年の10月には日本司法学会というのがあったんですけれども、そのシンポジウムのテーマですね、これもコーポレートガバナンスだったんです。でそのシンポジウムの、報告原稿の冒頭で京都大学の立田美佐夫先生は次のように述べておられます。ガバナンス論議が花盛りだと、だけれども論点がどうも定まらない、こうおっしゃっています。このコメントに象徴されていますが、コーポレートガバナンスという言葉はさまざまな局面で使われていて、その意味するところは一義的なものではありません。当時を振り返るとコーポレートガバナンス論が盛んになったきっかけの一つには金融界の不祥事がありました。そのため経営者の不公正な行為をいかなる制度によってチェックしていくのか、そういう健全性の観点からの議論がコーポレートガバナンスと、こういうふうに呼ばれている状況がありました。また会社は誰のものなのかという、そういうよく出される表現がありますが、株主、従業員、地域社会等の、いわゆるステークホルダーですね、そういう者たちの利益をどのように制度的に位置づけるべきか、そういうような問題意識から公開会社の運営管理機構が論じられて、株主主権論、これが言われたり、CSR が言われたり、ステークホルダー論ですね、こういったものが言われたりとか、こういうことがありました。このような誰の利益をどう制度的に位置づけていくのか、反映させていくのか、こういう基本的な政策論ですね、これがコーポレートガバナンスと、こういうふうに呼ばれていることがあったかと思います。そして2000年の声を聞く頃からコーポレートガバナンスが企業の競争力の向上、つまりその効率性の観点ですね、こういう観点からも論じられるようになってきたんですが、広く読まれている神田秀樹先生の会社法のテキストにレジュメに書いたような記載が現れたのが2002年のことでした。そこを見ますとですね、コーポレートガバナンスとはどのような形で企業経営を監視する仕組みを設けるかという問題であるが、不正行為の防止の観点だけでなく、近似は企業の収益性、競争力の向上の観点からもコーポレートガバナンスの在り方について世界的な規模でさまざまな議論がなされている。現在のコーポレートガバナンス改革の根っこのところにも効率性の観点からの問題意識があります。それこそコーポレートガバナンス元年の6月に東京証券取引所の上場規定に取り込まれて適用が始まったコーポレートガバナンスコードというものなんですが、このコード策定の事務局を務めた金融庁の担当者の解説においては次のようなことが述べられています。すなわちこのコードは
企業の不祥事防止といった側面を過度に強調するのではなくて、健全な起業家精神の発揮を促し、収益力、資本効率等の改善につながるような攻めのガバナンス、これを目指すものなんだと、まあ、攻めのガバナンスですね。ここには効率性の観点からの問題意識が現れています。なお、コーポレートガバナンスコードの前文では、コーポレートガバナンスとは、会社が株主をはじめ顧客、従業員、地域、社会等の立場を踏まえた上で、透明公正かつ迅速果断な意思決定を行うための仕組みを意味するんだと、まあ、そういうようなことを言っているんですが、要するに迅速果断な意思決定によって積極的にリスクを取る経営、これを促す意図ですね。これがこのコードには込められていて、それが攻めのガバナンスと、攻めのガバナンスという、こういうようなキャッチコピーで言われているわけです。ですから、ここには効率性の観点からの問題意識ですね、こういうようなものが働いているということになります。会社法のテキストでですね、その効率性の観点からのコーポレートガバナンスが言われ始めたのが、この2002年という年なんですけれども、まあ、その2002年という年にですね、これがどういう年だったかということをちょっと振り返ってみますと、この制度はアメリカの大企業が採用している経営機構を念頭において作られたんですけれども、レジュメの2ページにある絵のイメージですね、そういうことになっています。で、指名委員会等設置会社においても株主総会が取締役を選んで、選ばれた取締役によって取締役会が構成されるというところですね。これはこれまでの会社と変わりません。しかし、この会社では取締役会が選んだ執行役、これが業務執行をやって、代表執行役が会社を代表するということになります。つまり、これまでの会社の代表取締役の役割は代表執行役、これがやることになります。そのため、この会社には代表取締役はいません。また、この会社には監査役というのもいません。取締役会の下に3つの委員会が置かれて、そのうちの監査委員会が、これまでの会社の監査役会の役割を果たすからなんですね。ともかく、この経営機構の狙い、これは、取締役会を業務執行から切り離す、そしてその機能を業務執行者の監督に準化する、まあ、こういうようなことなんです。で、このような構想、このような構想に立つ機関設計の考え方のことをモニタリングモデルと、こういうふうに呼んでいるわけです。そして、きちんと監督をやっていくためには、監督される人から独立している必要がありますから、取締役会に社外取締役を入れていくんだと、まあ、こういう話になってくるわけです。モニタリングモデルの考え方は、1970年代にアメリカで生まれました。70年代のアメリカでは、企業不祥事が続いたことから、会社の適切な経営を確保するための社内のメカニズムの構築、これがまあ議論されるようになったんですが、その中で会社の業務執行を取締役会が担う、そういうような法の建前は現実に実行されているものではないし、もはや期待できるようなことでもないんだと。そういうことで、取締役会に対しては現実的に期待できることを要請していこうよと、まあ、こういうような発想が出てきたわけです。つまり、取締役会に期待できることは、経営者であるオフィサーの選任と解任、そしてその人事権を背景とした業務執行の監視、あとはまあ助言と基本的なプロジェクトの承認ぐらいなんだと。だから、オフィサーの業務執行を実質的にチェックできるような仕組みを会社の中に埋め込んでいくことを考えていこうよと、まあ、ある意味現状追認的な妥協策として出てきたのがモニタリングモデルというところがあるわけです。で、このモデルは企業不祥事をきっかけに出てきたということがあったもんですから、当初は会社の適法性の観点からのモニタリングが注目されたということがあったんですけれども、90年代になると経営者の業績評価、この観点からのモニタリングが注目されるようになりました。これは
スキャンダルや違法行為ではなくて業績不振、これを理由にしたアメリカの代表的企業の CEO の解任、その頻発、そうしたことをきっかけにして経営効率の改善策として取締役会のモニタリング、これが注目されるようになったからです。現在では、今のような流れでですね、その効率性という観点ですね、そういうものが出てきたんですね。そして現在ではモニタリングモデル、これがガバナンスのあり方についてのグローバルスタンダードだと、こういうふうに言われていますが、京都大学の川浜昇先生はモニタリングモデルの世界的普及についてレジュメに書いた通りのコメントをされています。それをちょっと一緒に見てみたいと思います。1980年代の後半から多くの国で無責任な経営による突然の倒産や詐欺的な会社経営の運営といったスキャンダルが相次いだ。その結果、コーポレートガバナンスという米国以外では見られなかった言葉が流行となった。それらの国々は会社の基幹構成に関する法制度も株主構成のあり方も異なっているにもかかわらず、問題への対処方法として多くの国々で米国流のモニタリングモデルによる取締役会の強化が証券取引所などによって提案されてきたと。1990年代初頭の米国で見られた取締役会による CEO の解任劇は取締役会の機能強化を強く印象づけた。この強い印象とその時期の米国の企業収益の増加が株主利益確保の制度枠組みとしての米国モデルを指針とする傾向を生み出したのである。このように会社スキャンダルへの対処と会社効率性の増大という2つの異なった要請を背景にモニタリングモデルが伝播していった。こういうふうに述べられた上で、川浜先生はこのモデルが伝播した代表例としてイギリス、これを挙げてその状況を紹介された後、それ以外の EU 諸国ですね、そういうところにも影響があったんだと、こういうことを述べておられます。そういうことなので、最近の日本のガバナンス作りというのはアメリカよりもヨーロッパの方を参考にしているんだ、こういうようなことが言われたりするんですが、出どころは変わらないからちょっと注意が必要だろうと、私はそういうふうに思っています。ちなみにコーポレートガバナンスコードとともにダブルコードというふうに言われている日本版スチュワードシップコードというのがあるんですが、それの策定にあたってはイギリスの議論が参考にされていますけれども、そのイギリスの制度改革に協力したのは有名な ISS ですね、要するに議決権行使のアドバイザリーカンパニーなんですけれども、それを立ち上げたロバート・モンクスさんで、イギリスの制度もアメリカの議論の影響を受けているということがあるわけです。川浜先生の論文は1997年に書かれたものなので、その後の状況を少しフォローしておきますと、2000年頃からコーポレートガバナンスは企業の競争力の向上という効率性の観点から論じられる傾向が世界的に強くなってきました。そしてその頃からレジュメに挙げたロジックですね、これを前提に会社法の改正が議論されるようになっていったんです。でそれは良い会社法は良いコーポレートガバナンスをもたらすんだと、そして良いコーポレートガバナンスは企業の競争力を高めて国の経済力を高めるんだと、こういうようなロジックなんですね。これが正しいのかどうか、これは実際のところはよくわからないわけですが、とにかくそういうようなロジックで話は進むようになったわけです。レジュメの3ページですが、アメリカでは1990年代になってからグローバリゼーションとか会社法研究における実証研究重視の傾向、こういうようなものを背景にしまして、コーポレートガバナンスの比較研究というのが盛んになってきたんですが、そういうような研究においては競争優位性を持つコーポレートガバナンスの型っていうのは存在するのか、存在するとすれば各国のガバナンスはそれに修練していくのかと、こういうような問いかけに多くの関心が寄せられてきたところです。
そして2001年にはハーバードとイェールの会社法の研究者が、株主中心主義に立っているアメリカ型のコーポレートガバナンス、これがイデオロギーの面でも競争力の面でも、まあ、これがもう一番なんだと、まあ、これはもう議論の余地がないんだと、まあ、そういうことでアメリカ型のコーポレートガバナンスシステムへの、まあ、言ってみると修練訂正ですね、まあ、そういうような主張をなすに至りました。もちろんこの議論は決着はしていなくて、まあ、その当時も経路依存性、まあ、要するに制度が持っている慣性のことですよね、まあ、そういうようなところを強調して一つの型への修練に懐疑的な立場、こういうような立場も見られたんですが、今日はそこのところには立ち入らずに、何が修練論に大きな影響を与えていたのか、その点についてお話をしたいというふうに思います。で、それは1990年代の後半から発表され始めた4人の経済学者による一連の研究だというふうに言われています。彼らの研究は投資者保護法制の充実と資本市場の発展の間には性の相関があるんだ、まあ、そういうような主張をしているわけですが、この研究はヨーロッパの会社法改正論議に大きな影響を与えたというふうに言われています。さらにこの研究は世界銀行その他の国際機関によって法制度改革の基礎となる政策を科学的に見せるために使われたので、広範囲の政策担当者に大きな影響を及ぼしている、こういうような指摘が見られるところです。こうして経済発展に法律が意味を持つ、要するに法律が大事なんだと、まあ、こういうような認識が広がりを見せるようになりまして、日本でも法は社会経済の重要な制度的インフラストラクチャーの一つだ、まあ、こういうようなことが言われるようになったわけです、まあ、このように2000年代以降は国の経済に資する、そしてそれをサポートする制度だ、そういうような認識のもとでコーポレートガバナンスを議論するのが世界的な潮流で、会社法の良し悪し、これが企業の良し悪し、これを通じて国の経済の良し悪しに影響を与えていくんだと、まあ、そういう従来の法律家的な観点からするとちょっと視野の中には入っていなかったような視座から会社法が位置づけられるようになってきているわけです。つまり会社法というのは私人間の利害を調整するルールだ、まあ、そういうような伝統的な基本を超えて国の経済政策の一環として位置づけられるようになってきている、これが今の状況なわけです。で、今の会社法は2005年にできたものですが、この会社法の制定もそして2014年の改正もこういうような流れの中で行われたものです。なお2014年の改正では監査等委員会設置会社、まあ、こういうような新しい制度が作られたりしたんですが、これはモニタリングモデル、これを施行しながらもですね、指名委員会と、先ほどの絵を見ていただけるとイメージしやすいかとは思うんですが、指名委員会と報酬委員会の設置を必要としない、経営者にとって利用しやすい機関設計の選択肢として作られたものだというところがあるわけです。つまり取締役に対する人事権と報酬権という社長のパワーの源ですね、これを社外取締役に渡さなくても良い機関設計を選択できるようにして、とりあえず社外取締役の導入を進めていると、こういうようなことがあるわけです。なお現在進行中のコーポレートガバナンス改革において中心的な役割を果たされている神田秀樹先生は、グローバル化時代にあっては諸外国で共通認識にあるこの流れ、これを意識して会社法の見直しを行っていくべきだというようなことを述べられた上で、会社法の将来についてレジュメに書いたようなコメントをしておられます。日本でも会社法分野におけるパラダイム転換が起きることを期待する。その内容は思い切って極端に言えば、今日の IT 環境と変化しつつある株式市場環境の中における株主の基本的な権利は何であるべきかを整理し、その保護を法制上確保した上で、会社の活動を事前に制約するような規制を撤廃することだ。コーポレートガバナンスの多くの部分は結局のところそのような株主、すなわち証券市場における投資家、
その信頼を確保する仕組みの構築だと、こういうふうなことを言われているわけです。ですから、簡単にまとめてしまうと、グローバル化が進む現在、パラダイム転換が必要で、そのキーワードは株主中心主義と規制緩和だと、こういうふうなことを言われているわけですね。ともかく、これまでの話から、グローバルスタンダードとされるモニタリングモデル、これはアメリカンスタンダードで、それが世界中に広がっている、こういうことや、あと、近似のコーポレートガバナンス論は、効率性の観点を強調していて、株主中心主義や規制緩和、こういうようなことと結びついている、こういうことが確認していただけたのではないかというふうに思います。で、レジュメの5の箇所ですが、そこに引用したのは、内閣府本府参与としても活躍されている原ジョージさんという方のコメントです。これを一緒に見ていただきたいんですが、グローバリズムとは決して美しいものではありません。米国などの大国が自分の文化、言語、ビジネス慣習などを他国に押し付けるための口実にすぎません。ですから、グローバル化の波に乗り遅れてはいけないといった掛け声を耳にするたびに違和感を覚えます。グローバリズムという美名のもとで世界や日本に起こっていることを直視できていないというふうに感じるからです。日本も今、株主資本主義に侵食されています。株主資本主義こそ、日本経済と世界経済の停滞をもたらしている元凶なのです。そして、この株主資本主義と市場万能主義、この2つが一体となった金融資本主義、これが世界経済体制を支配しています。金融資本主義は株主資本主義の慣れの果てだと言えます。米国の資本主義は社会に有用な企業を全部崩壊に導いていく可能性すらある。その理由はコーポレートガバナンスの要をなす企業は株主のものという誤った考え方にある。まあ、原さんのコメントは最近のコーポレートガバナンス改革の流れに真っ向から反対するものです。そしてレジュメの先ほどの4までの話ですね、4までの話を見ていますと、モニタリングモデルっていうのが世界に普及しているのは、グローバルな競争の中で競争優位性を手に入れようと各国が制度間競争をして一番効率的なものが選択された結果だという、なんかこう進化論的なストーリーですね。そういうようなものをイメージさせるんですが、原さんのコメントを見るとなんかそんな話ではなくて人為的に作り出された結果に過ぎないんじゃないかと、まあ、そういうような気がしてくるわけなんです。で、そうすると気になるのは、まあ、どうやってビジネス慣習などを他国に押し付けるのだろう、まあ、こういうことなわけですね。それとの関わりで注目されるのはコーポレートガバナンスについての原則を OECD を使ってどうこうしようというのは日本にはない、諸外国にはある、こういうことを、まあ、先ほどの神田先生ですねがコメントされているわけです。なぜこのコメントが気になるのかというと、 OECD は1999年にガバナンス原則を作っています。そしてこれを基礎に東証が2004年に上場会社のガバナンス原則を公表していたり、今回のコーポレートガバナンスコードにしてみても基礎になっているのは OECD のガバナンス原則だったりするからです。ちなみに2014年に閣議決定をされた日本最高戦略改定2014というのがありますが、これでは OECD 原則を踏まえてコーポレートガバナンスコードを策定すべきだ、そういうようなことを言っていたわけです。そしてゼロベースで作られたものではないからこそ、有識者会議の発足から1年未満という短い時間の間にコードは施行されるに至っていると、まあ、こういう状況があるわけです。それで、まあ、OECD というのはどういうところなんだろうなというところで、ちょっと見てみたいんですが、外務事務次官や中米大使を歴任された村田良平さんと、こういう方がいらっしゃるんですが、その方がレジュメに書いたようなコメントをされています。どういうふうに言ってるか、まあ、ざっくり見てみると、 OECD は要するに一種のクラブ的な国際機関なんだと。で、ちょっと排他的なクラブで閉鎖性を持っているところがある、まあ、こういうようなコメントをしておられるわけですね。また証券市場論や
機関投資家論を専門とされている三輪由美子先生という先生がいらっしゃるんですが、この先生によると OECD は公共部門として各国企業ガバナンスのインフラ作りを支援するというそういう立場を取ってはいるけれども、主導権を握っているのはアメリカの機関投資家なんだと、こういうことを言われているわけです。なお先ほど OECD のガバナンス原則のことを申し上げましたけれども、イギリスの社会学者のドーアさん、この方によると OECD の事務局においてもその原則、まあ、これはその OECD のガバナンス原則ですが、その原則を制定した加盟国大臣会議においてもアメリカの影響力が圧倒的に強いという、こういう話をされているわけですね。要するに、まあ、何が言いたいのかというと、私たちは国際機関について公正中立な立場で活動しているというふうにイメージしがちなところがあるかと思うんですが、どうもそれは幻想なんじゃないかと、こういう話なわけなんですね。で、同じようなことは NPO なんかにも言えて、再び原譲二さん、先ほどの内閣府本府参与を務められた方ですけれども、その方が次のようにコメントをされています。環境保護団体や NPO は本気でやっている人、本気でやってはいるけれども実際は誰かに雇われている人、初めから誰かに使われるためにやっている人まあ3種類がいるんだと。で、こうしたことを踏まえて業界団体みたいなものですね、これにちょっと目を向けてみたいんですが、例えば ICGN という欧米の機関投資家を中心に構成されている民間の国際組織があります。で、これが作成したレポート、これが OECD の議決権行使に関するガイドラインに取り込まれたりするんですが、この組織にしてみてもアメリカ的な株主による企業ガバナンスを促進することを目的として存在しているんだと言っても過言ではない、そういうふうに先ほどの三輪由美子先生はコメントしておられるわけなんですね。また ACGA という団体があります。で、この団体は日本のコーポレートガバナンス白書とか言って日本企業のガバナンスに対する提言なんかをしてきたりするんですが、この団体の中心メンバーはカルパースなので、ここでもアメリカの機関投資家の影響力は強いというふうに考えられます。なお ACGA の中心メンバーにはイギリスの機関投資家のハーミーズというのもいるんですが、三輪先生によるとカルパースとハーミーズは連携してグローバルな企業ガバナンス問題に対する方針や行動計画を立てている、そういうようなことを指摘しておられます。そしてアメリカの法学雑誌の中にはこの ACGA の白書、これが日本の立法関係者と外国人投資家の対話の枠組みを作ったんだ、そういうふうな指摘が見られるところなんですね。以上のようにアメリカはいろんなチャンネルを通じて自国の企業ガバナンスを国際的に普及させようとしている、そういう様子がうかがえるんですが、アメリカが自国の企業ガバナンスを国際的に普及させようとする理由、その一つはアメリカにはそれを後押しする産業ですね、これが存在しているからだと思うんです、まあ、それはそのコーポレートガバナンス産業、向こうではコーポレートガバナンスインダストリーと、まあ、そういうふうに呼ばれているようなんですけれども、まあ、その産業が自分たちの活動の場を海外に広げようということでそういうところを後押ししている面があるんだろうなというふうに思うわけです。で、話のまとめに入りたいと思いますけれども、これまでの話を確認させていただきますと、近似のコーポレートガバナンス論は効率性の観点からのモニタリングの話になっていて、アメリカンスタンダードであるモニタリングモデルがグローバルスタンダードとして世界に広がっていること、そして会社法が経済政策法の色合いを帯びるようになって株主中心主義や規制緩和を念頭に改革が進められるようになっていること、このお話が1点目の話です。で、2つ目はモニタリングモデルがグローバルスタンダードとされて世界に広がっている背景の話をさせてもらったんですが、要するにコーポレートガバナンス産業がその活動の場を海外に広げるためにあらゆるチャンネルを使って影響を与えているようなこと、こうしたことにはやはり注意が必要なんじゃないか、これが2点目の話です。
今日私がお伝えしたかったことは、どっちかというとその2点目の方でして、まあ、自分たちのビジネスチャンスを広げるために世界の制度を画一化しようという力が働いているということは、やはり意識しておく必要があるのではないか、こういう話なわけです。グローバル化の流れの中でイコールフッティングとかハーモナイゼーションとか耳に心地よく響く言葉、これがいろいろ言われるわけですが、それは行き過ぎてしまうと世界が画一化して多様性を失うことにつながりかねない、こうしたことも認識しておく必要があるのではないかというふうに思うわけです。またこの画一化はある意味近代という時代、これを体現しているというふうにも思うわけです。それはどういうことかというと、スペインの哲学者にオルテガという人がいるんですが、彼によると近代的であるということ、つまり英語で言うとモダンということになりますが、それはモードにのっとったもののことを意味するみたいなんです。そしてモードは語源的に見るとモデルと同じなんですが、言ってみればあるモデルがモードに乗って広がりを見せることがモダンという時代、すなわちある型が流行に乗って広がるのが近代という時代の特徴なわけです。なのでモニタリングモデルという新しい経営の型、それが流行によって画一化が進んでいるこの状況、これはまさに近代という時代を体現している、そういうふうに見ることもできるんじゃないのかなというふうに思うわけです。その意味でなんかまだまだモダンの時代だなと、こういうふうなことを思います。ともかく画一化によって経営の多様性が失われるということ、これは望ましくないというふうに思うんですが、伝統的な経営の型であるところの日本型経営は新しい経営の型の流行によってどんどん破壊される流れにあります。またガバナンス改革が運動の間を呈して進められていく中で、経営者のマインドも大きく変わりつつあるように見えるわけです。レジュメにはその20年前の日本の経営者がどのような考え方をしていたのかを知る手がかりとなる、まあ、そういうふうに私が思う、コメントを2つ挙げました。それを一緒に、見ていただきたいんですが、まず佐々木さんのコメントですね。日本の集団主義的経営思想と関連して重要な点は、日本企業の平等的人間観である。よく言われるように、日本企業では一般社員と経営者の給与格差は米国に比べて極めて小さい。経営者も一般社員もそれで納得している。ちょっと飛ばしますが、米国ではリストラのためにレイオフを実施している経営者が、ストックオプションの権利を行使して、多額の収入を得ているなどの新聞記事を目にすると、よくまあそんなことができるもんだと驚いてしまう。日本の経営者はそのような場合、自分の報酬の一部も前もって返上する。現に私も10数%の報酬を返上している。決して偽善的な行為ではなく、乏しきを憂えず、人しからざるを憂えるという日本人の根底にある倫理観によるものだ。で、次に宮内さんのコメントなんですが、まっとうな経営者なら、自分の報酬金額は抑えておこう、自分のストックオプションは抑えておこうというふうに考えることはあっても、どうせなら自分は金持ちになってやろうと思う人は一人もいないんじゃないですか。間違いありません。このほど導入したストックオプションでは、私と平取締役との比率を思い切って4対1にしました。日本ではこれ以上無理だろうというギリギリの線だと思います。アメリカ企業だったら50対1でしょうね。日本企業の役員報酬はアメリカ企業のそれと同じようにならないです。それは役員報酬が極端に高くなるような報酬体系は会社の業績を悪くしかねないからです。その理由は日本企業そのものが侍集団だからなのです。経営トップだけが大金持ちになるというシステムを組み込んだりしたら、他の人たちはもうやめたと言い出すでしょう。みんな頑張ってるのにトップだけいい目を見るんじゃバカバカしくて、こんな会社で働いてられるかと、裏目に出る可能性の方が大きいはずです。だから日本企業の役員報酬というのはアメリカ企業と同じことをしたら絶対納得してくれない。社会全体も悪い方向に向かっていくかもしれません。
まあ、こういうお二人の方のコメントを見ていると、日本の経営者は集団主義的経営思想の下で平等性公平性に配慮して経営を行ってきたということや、そのような経営こそが従業員の士気を高めて会社の業績にも資する、そういうふうに考えてきたことが伺えると思います。ですが今はどうでしょうか。経営者の報酬は目に見えて高額化してきています。これはコーポレートガバナンスコードが株式によるインセンティブ報酬の導入を推奨するなどして、役員報酬を攻めのガバナンス、先ほどのキャッチコピーですが、攻めのガバナンスを実現するための重要テーマと位置づける政策的な流れが作られているからです。東京商工リサーチによると、2015年3月決算の役員報酬の最高額は、宮内さんの54億7000万円だったそうです。やはり経営者の意識は大きく変わりつつあるんじゃないでしょうか。なお宮内さんは20年前に現在の改革を見る上で非常に示唆に富むコメントをされています。それもレジュメに挙げました。一緒に見ていきたいんですけども、むしろ報酬委員会を作った方が日本企業の役員報酬は上がるんじゃないですか。私のストックオプションも10倍くらい上がったと思います。過去に専門のコンサルティング会社にお願いして、私の報酬はいくらが適当かを試算させたことがあるのです。その結果は聞いただけでバカバカしい金額を弾いてきました。目を向くような高額です。こんな数字は何の参考にもならないということですぐやめました。もちろん私は自分で自分の報酬を決められる立場にありますから、コンサルティング会社が提示した金額に決めましたと決定できないわけではない。第三者機関が弾いた金額ですから免罪符が貼られてあります。しかしそのような高額な報酬をもらうかもらわないかという問題以前に会社をおかしくしてしまいます。株主の利益にもならない。まあ、ここでですね、ちょっとモニタリングモデル、先ほど来話してきたこのモニタリングモデルの要点、これは何かということを確認させていただきたいんですが、それはレジュメに書いた通りですね、社外取締役からなる報酬を決定する委員会、これを作ってその委員会に業績と連動した役員報酬を決めさせる、それによって業績向上へのインセンティブを与えていく、これがまあ肝なんですね。しかし今の宮内さんのコメントは、そういうやり方こそが法外な役員報酬に結びつく、こういうことを教えてくれているわけです。つまり今の改革が良しとしているやり方では、異常に高額な役員報酬をもたらすだけだというふうに言ってるのも同然なわけです。このように言うと、現在進行中の改革は、日本の役員報酬の水準がアメリカなどと比べて低いという認識から出発しているというところがありますので、ちょっと怒られてしまいそうなんですけれども、会計学者の福井義孝先生という方は、現在の14分の1程度であった一世代前までのアメリカの経営者の水準の方がまともだと、こういうふうなことを言われています。また、少し前に日本でも注目がされたフランスの経済学者のピケティさんという方がいましたが、まあ、この方はそのアメリカの大企業の重役のように、自分の仕事の対価として非常に高額の歴史的に見ても前例のない報酬を得るような人々のことをスーパー経営者と、まあ、そういうふうに呼んでいるんですが、彼らの高給の客観的根拠を個々の生産性に求めるのはあまりに単純すぎるとして、極端に高い重役報酬に対して生産性に基づくまともな説明などないというふうに言っているわけです。彼がこういうふうに言うのは、経営者個々人の限界生産性を把握することは現実問題として難しいからです。つまり企業の生産性に対する貢献を正確に見積もるようなことなんかできないわけで、そうであれば役員報酬は報酬委員会のようなところで決められるとしても恣意的になることは避けられないということがあるわけです。またピケティさんは、最高経営者に割り当てられる極めて寛大な報酬は富の分配格差拡大の強力な推進力になりうるというふうに言っています。
これはピケティさんが指摘した R は G よりも大きいというこの不等式を踏まえると恐ろしい話です。なぜかというと、この不等式は長期的に見て資本収益率は経済の成長率を大きく上回っていて、格差は拡大する傾向にあるというこの事実を語っているからです。ともかく20年前の経営者の言葉を振り返ると、現在進行中の改革は日本の会社をおかしくして日本社会全体を悪い方向へ後押ししているんじゃないかと少し心配になります。つまり私の懸念は次のようなことなわけです。現在進行中の改革は日本企業から日本型経営を奪う形で経営の多様性を失わせるとともに、日本企業の強さも失わせているんじゃないか。また佐々木さんがおっしゃっていたような日本人の美徳、これを失わせて日本社会の格差を拡大させることにつながっているんじゃないか、そういうようなことなわけです。攻めのガバナンスという言葉が一人歩きをして、ダブルコード時代の対応策ばかりが論じられている今こそ、少し立ち止まって冷静に考えてみるべき時なのではないかというふうに思います。その際には構図的にも時間的にも大きな枠組みの中で制度を眺めてみることも必要なんじゃないかというふうに思います。日本の会社法は他の制度から孤立して存在しているわけではなくて、外国の制度も含めたいろんな制度の中に埋め込まれた歯車の一つに過ぎないわけで、当然なことですけれども、国際政治上の駆け引きなんかの影響も受けながらぐるぐる回っていくものだということがあるからです。本学におけるグローバルローの研究教育、そうしたものがそういう大きな視座から展開されていくということを期待して、私の話を終わらせていただこうと思います。ご清聴ありがとうございました。